はい、ティームイルミネーションファンタジーです。今撮影している野鳥はですね、モズになります。まあそうですね、過去にね撮影は何度かしてたんですけれども、お腹の部分の羽毛がですね、どうも鱗みたいな感じにね映っちゃってて、なんか失敗写真だったのかなと思って、今までちょっと写真としては公開してなかったんですけれども、まあ動画としてね、こうやって見るとやっぱりね、お腹の部分の羽毛がですね、やっぱり鱗みたいな感じだっていうことでね、あ、やっぱりそういう鳥だったんだっていうので確認できてよかったなと思います。はい、こちらがね写真になります。まあ先ほど言った通りね、お腹のあたりの羽毛がですね、鱗みたいな形になっております。はい、まあ動画を撮ってたかに相まってね、写真は何枚かしか撮れなかったんですけれども、まあその中でね1枚だけピックアップして、こういった形でアップしてみました。まあそうですね、まあなんか、まあ、焦点距離としてはどうでしょう、562ミリで、被写体距離に関してはまあ15から20の間ぐらいで撮影できたんじゃないかなと思います。まあそういった具合なんで、まあ解像はよく撮れてる方じゃないかなとは思います。この後ね、モズはね、この上の方にいたね、カワラヒワがなんかね、複数いたんですけれども、それをちょっとね、襲おうとしてね、上の方に上がっていっちゃったっていう感じですね。まあ動画の中でもなんか上の方に飛んでいったなっていう感じになってたと思うんですけど、一応上の方にですね、カワラヒワがいたんで、それをね、ちょっと、襲おうとして上に行った感じですね。まあ実際1匹ね追っかけて行ってたんですけれども、まあ、飛ぶ速度もなんか同じぐらいだったんで、完全になんかちょっと、捕食できるような感じではなさそうだったんですけれども、まあそういった光景も見れたのでね、良かったなとは思います。はい、こんな感じです。じゃあまたね次の動画でお会いいたしましょう。ではでは。